休み時間。かわいいポケモンとかマリオがある。買えたぜ。あ、しかもマリオだ。かわいい。これ買おうっと。スヌーピーだ。お帽子すぐかぶれるようにしておきましょう、はい、お願いします。髪の毛生えた人みたい。コインロッカーに荷物を置いて今から USJ に行きますが、その前にクッキーで腹ごしらえ。午後3時から入れるトワイライトパスで入れます。ハッピー。園内に入ったら呪術廻戦のレーンに並びました。もちろん食べ物、石黒さんの肉まんを食べれる場所を探しています。奥の方にベンチがあったので、どなたかの隣に座らせていただきました。ちょっとパサついてるけど、お肉は美味しかったです。呪術廻戦やドラえもんもあって、ドラえもんは特に入らなかったけど見てみた。 USJ に来たぞって感じでテンション上がってきました。修学旅行生を微笑ましく眺めております。目的もなくプラプラ、何もないけど食べたいのがあったら買うっていうシステムにしました。イースター、こんなに暑くなるぐらいなら日傘持ってくればよかったです。直射日光に弱いのでお肉を食べます。おやつですか、それとも軽食とかですか？軽食ですか。いいですね、最高です。こういうアイランド的なところに来たら必ず食べるなんかお肉、幸せに食べていたら上の方から叫び声にビビって逃げなきゃって思いましたが、ここは遊園地であることを忘れていました。ダイナソーって真横になるアトラクションのジェットコースターの叫び声です。筋が噛み切れん、筋が噛み切れないです。どうしても噛みちぎりたい。お肉様はひどいありさまです。マンモス時代に生まれ変わった気分でお肉を食べ続けます。本当はビール飲みたかったんですが、カメラ持ってるとビール持てないのでやめました。私の好きな魔法の世界へ行ってきます。もにょもにょ喋っとる。興奮して瞳孔を開いてきました。しばらく待つけど開かないから次へ行きます。何度見ても惚れちゃうホグワーツ、初の乗り物のジェットコースターに60分待って乗ってきました。待つとお腹も空くのでハリーポッターエリアでご飯食べます。さっきお肉食べたので今度は野菜をメインにビールを飲んでいきます。席を端っこの方にしようと思って左にクイッと曲がったのですが、ちょっとそこの音がかなりですね、 BGM が大きくて頭が痛くなってきたので急遽外に移動することにしました。ただトウモロコシが食べたかっただけですが、ベジタリアンセットを頼みました。生野菜とパプリカ、人参、ブロッコリーの温野菜にポテトがついてきた。前日結構食べたので今回は健康的に食べていきます。このトウモロコシ食べたくてプレートを頼んでる気がします。味が濃いめのビールです。
右側が池みたいになってて、そこをずっとぼーっと見てしまいます。人参も甘くて食べやすいです。栄養摂取。風が強いので持っていかれそうになる。ロンの壊れた車を目にしてニヤニヤしてます。何回見てもいいです。キティちゃんやエルモエリアに来ました。この人アトラクション全然乗らないなって思ってると思うんですけど、そうなんです、乗らないタイプ。スヌーピーの帽子かぶってるのでスヌーピーカフェに来てみましたが、長蛇の列だったので並んでみたけど諦めた。マリオのカフェも行きたかったけど並んでた。平日だから空いてるかなと思ったんですけど、そんなこともまあでも空いてる方ではありますが、ちょこちょこ混んではいました。任天堂ワールド待ちです。帽子を皆さんが私みたいにかぶってるから前後ろ逆にしてみましたが、ちょっと視界が狭まるのですぐさま変更しました。なんかこのポンポンが気になっちゃうんだよな。この日2万歩歩いてて結構足が張ってきたのでもみもみします。待ちに待った整理券の時間です。意気揚々と前に進んでいきます。任天堂ワールド来ちゃった。この世界観最高です。ヨシーアイランド50分待ちで、これもシングルライダーなしなので普通に並びます。キノピコ可愛すぎる。ヨッシーの体に乗ってぐるぐるしていくっていう平和なアトラクションです。かわいいヨッシーとピーチの赤ちゃんバージョンがいらっしゃいます。緑、赤、青っていうやつがあって卵を押します。カービィの次に大好きなピノキロ、キノピオは食べ物の前に一旦お土産コーナーに。
キノピオ祭りだ。キノピオの T シャツかわいいなと思いましたが、サイズが大きいフリーサイズなのでやめました。缶のお菓子買いたくなっちゃうんですけど、お家で行き場がなくなるのでやめます。パパン食べようと思いましたが、これも結構並んでて、帰りの新幹線の時間とかあるので、ちょっと急いでます。チュリトス一つお願いします。申し訳ございません、本日分のチームス年間スタジオパスお持ちでしょう。コナンの悪の組織とコラボしたチョコレートパイ、ドロドロなチョコレートがあるので口の周りが悲惨なことになりそう。濃厚すぎて次の一口に行くまでにチョコがいなくなりません。歩き疲れたのでしゃがみますが、足痛いのは特に治りません。無心で食べております。拭いてもチョコが取れない。むずこの後ちゃんと見たらまだうっすらついてました。お店も続々と飲食店閉まってきたので、そろそろ USJ を出ます。アトラクションに乗ると三半規管弱いので最近酔っちゃうんですよ。ダイナソーとかも一番最初乗った時好きだったのに、2回目乗った時に気持ち悪くなりました。とっても甘いもの食べたので、次はしょっぱいの食べたくなっちゃった。熱っとろって感じで美味しいです。本当はここ岩塩とマヨネーズのやつが人気らしいんですけど、お構いなくいつものソースでいっちゃいました。ソース味の次に何か食べれるとしたら、そのおすすめのもの食べるのですが、だいたい一船でお腹いっぱいになっちゃいます。ほぐして食べても熱いけど、それが美味しい。舌は多少やけどしても粘膜だからすぐ治るとか思ってるんですが、そういうこと言うと家族に何かの病気になる可能性あるからやめなさいって注意されます。全部美味しかった。今回のも全部好きでした。ごちそうさまでした。新大阪駅に25分前に新幹線発車する25分前に着いたのですが、どうしても緑の窓口で時間かかってしまって全力疾走です。乗り遅れたくないその一心で走りました。全力で歩いてます。自分の号車になるまでかなり長い電車なので、なんか眉間にしわ寄せながら歩いてますが、しっかり頑張れ。自分の号車に近づいてきたので一旦乗って、何号車か乗り継ぎをします。やっと席に着きました。バタバタして疲れてるように見えたのか、後ろのおじさまが席後ろに倒していいよと声かけてくれました。めっちゃ優しかったです。
USJ で好きなポイントとかそういうのありますか？それか他にここの遊園地いいよっていうのあったら教えてください。来週は奄美大島に4泊5日してきた動画になってます。それの前編というか1話目っていう感じの公開なので、お楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またね。